はい、はい、今週もね、やってきました。やってきました。風が強いですね。ちょっと屋外失敗ですね。はい、はい、アニメ語り、はい、エピソード13、はい、ですか。13、ついにワンクールの終了ですよですね。はい、皆さんありがとうございます。ありがとう、おかしいな。まあまあ、この動画も見ていただいてありがとうございます。そうですね、本当に。MBS のね、関西の MBS は、はい、実は放送されてないということで。そうなんですよ。はい、BS とかで見るしかないんですけれども。ね、関西の方はネタバレなんで。そうですね。ご注意ください。そうですね。ちょっとやっぱ、今回もアニメオリジナルシーンが、そうですね。あったので、はいはいはい、そういう意味ではネタバレなのかなというところもありますので。ね、はい、はい、まず今回、パープルヘイズとマン・イン・ザ・ミラー。ね。はい。まあ、まあ、はっきりと決着です。決着。そうですね。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございましたね。はい。イルーゾーはかわいそうやなって思いましたね。改めてね。改めて。まあ、そもそも3対1で戦ってるってところもありますし。すごいね。それからでは大したもんですよね。まあね、追い詰めてはいましたからね。で、最後は腕も失って外に出てきたと思ったら、ね、パープルヘイズに掴まれたということでね。ジョジョ手首取れがちっていうのが改めて思いましたね。確かにね。うん、腕が丸々、なんか別の漫画とかで腕が丸々取れがちとかあるんですけど、はいはいはい、ジョジョは手首なんですね。手首取れがちなんですね。ね、そういうとこありますよね。フルクは女性フジョースターから始まる、ね。ああ、確かに確かに。フルクは確かにそうよ。確かにそうですね、あのあたりから。やっぱり手首だけが動いていくっていうのを、キラー吉影とかね、彷彿させる。ねえ、なかなか。SDC も取れてましたよね。ああ、取れてましたね。で、うん、なんか、メッシーナ。メッシーナ。シンダー、ロギンス、シアンダイが。シンダーと取れてます、ね。奪われたんですよ。なんかいろいろそういうの多いですね。うん、手首取れがち。手首ぐらいでしたら致命傷ではないっていう。ないっていう。ジョジョでは。ジョジョでは教わりましたね。うん、そんなものでは。生きれるというか、ね。うんうん、はい。はい。で、あと、もう最後の、はい、ところですかね。そうですね。言ってしまえば。皆さん、エンディング終わっても、ずっと見ててくださいよ。映画館みたいになってる。ねえ、マーベルみたいな。エンディング終わった後に、はい、いつもたまに重要なシーンやっちゃってしまう。ねえ、いや、しかも今回はすごいいい保管だったんじゃないですか。ねえ、リゾットが出てきた。はい、出てきました。あそこ、はい、駅はっきり言うと駅にリゾット来てたんやっていう形になりますけど。そうですね、うん、あの辺の展開どうするかが。あれってね、原作はペリコロさんどこで死ぬんでしたっけ。もうちょい後じゃなかったでしたっけ。そう、まだ亀の時は出てこないですよね。ですね、亀の時は出てこないんですけど、結果亀の中でリプレイしたらそのシーンがっていうことなんで、あれがだからネオポリス駅なのかどうかはちょっとそうです、ね、僕は違うんじゃないかなと思ってるんですけど、うん、なんか違うと、あ、その着いた先じゃないかな、だから、ああ、うん、ベネツィアとか、ベネツィアに着いた先でじゃないかな、はい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 、うん、ちょっとその辺がね、あやふやな話、あやふやなんですけれども、まあその辺関係の、兄より保管がありまして、ちゃんとね、あの燃やした写真をこうリゾットがね、うんうん、そう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 、手に入れるというところで終わって、ね、あれも手に入れたとこ取ってと思うんだけど、まああれでなんかあったら面白いんですよ、ね、そうですね、なんか面白い、まあ、確かにあっこから先がヒットマンチームはわからないですからね、そうなんですよ、結局それをこう、うん、その後でしたからメローネとあれですよね、そうですね、ギアッチョが、ギアッチョが、あということはもう来年の1月後半にはギアッチョは出てきそうな、はい、もう絶対、そんな早いんですか。いやまだでしょ、あのプロシュート兄貴の戦いが結構長いですから、ね、ベイビーフェイスもあるから、ギアッチョはちょうど、シーズンあのと会う2月じゃないですか。わかんないですよ。はい。わかんないです。わかんないですけどね。だんだんそんな感じかな。いやいや、ただそろそろプロシュート兄貴衆が。そうなんです、ね、と思ってたらですね、はい、なんと、はい、意外や意外、なんと次回予告が、はい、ジョジョの奇妙な冒険黄金の風総集編、総集編来た、昔これ昔のアニメを知ってる人はよくご存知だと思うんですけど、区切りのところで総集編をやるんですよ、ね、やりますね、僕の好きな北斗の拳とかもそうなんです、エヴァンゲリオンでもやってます。ああ、なるほどなるほど、これがまさかジョジョで来るとはね。なので我々アニメ語りも総集編を、はい、それ見た上での、はい、なのか、総集編でお届けしたいと思います。はい、年明け ね、うん、ね、あ、確かに高橋郎くんの NG シーンとか。そんなんあった。屋根からあ、なんかね、落ちて天井にうまくぶつからずにこうなんですか、 NG シーンが、 NG シーンがあるんですかね、はい、NG シーン集。はい、そういうのもちょっと来年はお送りしたいなと思いますので、はい、はい、ということでね、10月から五分アニメスタートと同時にやってたアニメ語りなんですけれども、はい、結構いろんな方に見ていただいて、そうなんですよ、見てますとかも言っていただいて、ね、ありがとうございます、嬉しかったです ね、はい、ね、なのでまた来年も、はい、ぜひよろしくお願いします、はい、来年も楽しみです、よろしくお願いします、ありがとうございました。
よろしければチャンネル登録お願いします。